にちは、小道寺です。五十肩で肩が上がらない。五十肩何やねんな、そのツッコミは。はい、今日はですね、大相撲の下がりについて、ご説明したいと思います。そもそも下がりって何？下がり、はい、相撲取るときに、はい、こうやってこの回しの下にこうやって締め縄みたいのがあるでしょ、うん、はい、なんかあの力士たちのね、それについてね、説明したいと。徹底究明っていうかですね、もうそもそも何とかし、もう品物どういうのでできてるのってわからないじゃない、わからないです、まあ、そういうのをちょっと今日はね、じゃじゃん、わー、どうですかこれ、すごい、わかります、これこのなんかアフロチックな感じのこれね、エクステこれ、何縄のれん、縄のれんいらっしゃいませこれね、こういうふうに、まあ、一番元なんだけど、うん、その前はね、こうやって何こうやってカツラになってね、違うと思いますこうやって遊んだりしたもんです、まあ、これ、まあ、要するにこれシュスっていうね、締め込みと同じ素材でできてね、まあ、ここ縫い付けてあって、うん、まあ、一種のもうステータスシンボルよね、これね、うん、でまあ、これ初めは、まあ、こういう状態で全部こういうになってるんだけども、ここの部分編んでるの分かりますか、はい、これはですね、まあ、うちの部屋でいうと床山さん、元床佐渡さん、安田さんにお願いしてこういうふうに編んでもらうんですね、うん、で出来上がったらこの状態でいただきます。それ糸なんですか？シュスっていう糸、糸、このサガリについてなんだけども、これがですね、まあこういうような兄弟子に板持ってこいと、言われるわけですね。で板持ってきて、ここにあの釘、はい、釘をポン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 打ち付けて、うん、これこういうふうに引っ掛ける、うん、こうやってね、こうやって引っ掛ける、こんな状態でこういうふうに引っ掛けるわけですね。で引っ掛けてこれを丁寧に洗い櫛っていうんですかね、あのお相撲さん特有のこの、 あのプラスチックのあるんですけど、あれでこうやってどん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 溶いていく、うん、でまっすぐにするんです、うん、きれいにこうやってまあまあまあ溶いた感じになるんですね。でそれをですね、まあ今の若い人わかんないと思いますけど、ふのりってあるんです、ふのり、うん、ふのりをですね、なああいうのなんていうの、乾物屋に売ってるのかな、どういうとこ行ってるの、雑貨屋さん、うん、まあ昔で言うね雑貨屋さん行くとね、ふのりって売ってるんですよ。こんな薄っぺらいね、こんな海藻からできてる、まあまあ要するにそういうもん、まあ、食べはしないと思うんだけどもそれ炊くんですね、うん、炊いて、まあ、海苔代わりにしてベチャ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 くっつける、うんうん、ベチャ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 これをくっつけて、さらしね、さらしで、まあ、僕ら稽古するときに使う紙縛りってあるの、紙縛り、はい、ちょっとずれたら、ずれたっていうかほぐれたりしたら、うん、紙縛り、おい紙縛り持ってこいっつってこうやって紙縛りでこうやって やって止めるんですけどもね、うん、でそれでピッとこうやって巻いてキューッとしっかり絞るわけです。かっこいいですね、はい、シュッとシュッと絞る、うん、絞ってこうやって、はい、全部で、そうすると、うん、なんとこれがこのような、すごーいまっすぐ、はい、このような形になるんですね。でこれでこういうようにのりなもんですから、ここの部分は貼っつけないんですよ。ここの部分だけ貼っつけてこういう状態になる、貼り付ける板に、板に、板に、はい、で乾いたら、はい、どんどん剥がしてって、ここの先の部分をですね、うん、こういうふうにハサミ入れるんです。ハサミ入れて形を整える、はあ、形を整えてこのようにもう固くなるんですよ。先っちょがそういうふうになってるのも知らなかったです。はいはい、ただのまっすぐかなと思ったんですけど、はい、まあ、大体こういう形になるんですね。でそれをですね、まあ、これが実際の僕が現役時代に使ってた締め込み、これは締め込みなんですけども、まあ、これもシュスでできてます。まあ、もう非常に重いですねこれ、うん、もうこんなの今ね持つとね、こんなの締めてね相撲取ってたと思うと本当にびっくりしちゃう、まあ、
どうだろう、推定2キロぐらい。ほい。いや、結構重いです。でしょ？赤ちゃんぐらい。で、まあこれ、これがまあ現役の時にね、うん、こういうふうに、はい、お名前がちゃんと刺繍して、名前もこうやって入れてます。まあ、あの講演会の方のね、本当お気持ちっていうかですね、もう非常に頑張ってほしいという、そういう思いがこもっているこの締め込みなんですけども、それでですね、これちょっとツルツルした生地なので、はい、うん、こういうふうにあの下がりをこうやってつけるとですね、はい、結構こうやって引っ張るともうすぐポッと取れちゃう、まあ、よくあの相撲なんかご覧になっていただいたら下がりが落ちましたとかって、はいはい、うん、おっしゃるでしょ、はい、でなので、うん、ここの部分だけ、ここの部分ですね、ここの部分だけ水に濡らすんですね。すごい。水に濡らすとピタッとはまって落ちづらくなる、はい、それでですね、あの若い衆の頃は、木綿の回しで木綿の、下がりなんですけども、関取衆になるとこういう風になるんですね。で、あの木綿の下がりなんで若い衆の時は、まあ、これがペロッ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 、まあ、紐ですわね、紐を編んだようなやつなので、はい、やっこいですよね。だからこうやってダランと下がってるでしょ、はい、でそれが今度こういうふうになるんですよ、うん、そしたら今度はね、なんかうんうん、ちょっと一番初めてあの下がりつけた時はね違和感感じるんですよね。でだからこの何ていうんですか、こうやって下がりを、はい、下がりをさばいてってこういうような、はい、なるんですね。で大体これあのうん、そうですね、締め込みをまあいただいたら、まあ、この下がりが2つぐらいついてくるんですね。で、あの大体中日に交代して一場所に2本使用します、うん、でなので、まあ、それでもあの場所中に、まあ、なんていうんですか、ペロッあの折れ曲がったりとか、うんうんうん、もうありそうです、ね、そういうふうになりますんで、あんまりその痛みが激しいとかもう折れ曲がってるって言ったらですね、まあ、その時に変えて、それでもダメなら、初めに引っ込ましたその下がりをですねちょっと修復したりとかですね。で、まあ、私の場合はあの相撲激しくないんで、15日間これ1本で済みました。親方、質問なんですけど、何どうした、締め込みと回し、はい、締め込みと回しの違いで何なんですか？あ、回しね、回しはあの稽古場用の回しと本場所で使う締め込み、はい、それの違いね、うん、だからその若い衆はずっと木綿の回しなわけよ。ずっと回し、ずっと、本場所で取る時も同じ回し黒の回しね、はい、で関取衆になるとあの白い回し、はい、よく見るでしょ、はい、雑誌とかでもね、うん、そうなんだけども、あれがその稽古用の回しで、本場所になるとこういう主須の締め込み、主須になると締め込み、そう、関取衆はみんなこういうふうに、うん、こういう、まあだからもう本当にもうステータスシンボル、はい、で今までその木綿の回しでね、まあ、ある程度軽い回しだったのが、うん、もう本当新十両になって、まあ、僕も経験あるんですけど、はい、もうこの締め込みになった時にね、本当にね、なんていうか硬いっていうか、もう体が切れないんですよね、まあ、だけどその突き押し相撲の人なんかは回し取られたくないもんですから、これびっちょびちょに濡らしてもう指通らないようにして、もっとキュッ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 締めるわけ。もうそうしたらもう本当に、まあ、今の八角理事長なんかもそうなんですけど、ものすごいんですよね、もうビルドアップされたような体でこんな感じで、こんな感じですごかったですよ。だから今出てるあの高取力さんなんかもどちらかというと、あの締め込み締めたらですね、ビルドアップされた体のような上半身がこんなになったような。高安さんとかも、ね、ああ、そうね、元大関の高安なんかも、うん、そんな感じね、うん、でもうとにかくね、指が、まあ、なんていうビシッと締めると通りづらい、はい、うん、で本当にね、一番初めて締めた時は重いしね、なんか動きがね制限されたような感じで、
だからこれもね不思議なもんでね、やっぱり関取衆やっぱりもう半年1年、年6場所やっていくと、もうその染み込みの方も体に馴染んでって、で中にはですね、もうボロボロなのにもうすごい締めやすくなっちゃうんですよ、この締め込みが。なので、変えたがらない人、まあ講演会の人が見るに見かねてね、もう新しいのこうたるからお前マジ変えやって、心機一転頑張りやとかって言ってても嫌だと、まあ、だからうちの小車親方琴和さんなんかはその口でしたね。どちらかというともうずっと同じ締め込み、増田山関なんかもそうでしたし、まあ、うちのだからその琴和さんなんか、大きいねこれビニール袋に開けにがびちょびちょになっちゃうんでビニール袋にこの締め込み入れて、それで一番一番取るたんびに、あれどうだろうな、ビール瓶3本から4本の水を含ませてびっちびちに回し巻いてましたね。カビがないんですか？あれね、だから要するに毎日毎日水やって毎日毎日使うもんですからカビいかないで、本場所が終わったらこれちゃんと陰干しするんですね。化粧回しと締め込みは場所が終わったら、ロープ張ってですね、部屋にで締め込みと化粧回しは陰干しします。なので、通気性のいいところでね、なのでカビが生えません。あともう一つ、はいよ、親方、よく色、締め込みの色、はい、この色だと勝てるとか、この色が好きとか、皆さん凝ってらっしゃいますけど、親方はちなみにグリーンですか？まあたまたまね、皆さんの印象に強いのが多分グリーン、緑色の締め込みだと思うんですけども、まああれもそのまたま巡り合わせですよね、はい、講演会の方が、グリーンの締め込みを送ってくださった、はい、うん、じゃあもう今場所からこれグリーンにしましょうって言った時にたまたま優勝できたもんですから、はい、多分印象がみんな強いと思うんですよね、うん、でまあそれまでは、江戸紫っていうね、締め込みしてましたし、でそれで変えて緑色になって、で2、3年かな、やっぱりグリーンの回し終わってから次のこのコーヒー色、まあ、当時珍しいですね、この色がですね、この色珍しいこの色に変えたんですけど、まあ、なかなか番付は思うように元に戻りませんでしたけども、でもまあ思い入れは、この色も、まあ、何でもやっぱり思い入れは深いです、自分の締め込み、もう体の一部ですもんね、うん、うん、で自分で決められる場合もあるし、講演会の方のおすすめでこれがいいとか、まあ、師匠が、まあ、僕が新十両の時には、あまり目立たないっていうか、はっちゃけたのにはするなよって、まあ、それらしい、新弟子らしい、新十両らしい、あんまりね、まあ、輪島さんがやってた黄金の回しだとかそんなんじゃなくて、ちゃんとまあおとなしい色、おとなしい色にしとけよっていうようなね、まあ、そういうようなことで初め江戸紫。何色にも染めれるんですか？いや、一番初めに出来上がってるね。出来上がってるっていうか、まあ、カタログみたいなのがあって、そう、何色がいいって、相談する場合もあるし、はい、だから出来上がったのをいただく場合もある。僕の場合は3本とも全部出来上がったのを、はい、はいはいって自分で何一つ決めてません。自分で決められない男なんて。でも今すごく蛍光色っていうか綺麗な、ねえ、すごいね、もうカラフルになってね、で、まあ、締め込みの場合、まあ、江戸紫ってついて、まあ、紫っていうのは、まあ、使用が可能なんだけども、要するにその紫っていうのは非常に高貴な色としてですね、化粧回しに紫とか装束、まあ、行司さんもそうなんだけど、装束っていうのはですね、まあ、横綱大関クラスじゃないとしちゃいけないんです。例えば浴衣もそうです。元横綱じゃないと綱のこの柄は使用できないんですね。知ってました？じゃあ例えば、はい、横綱の名前がついて綱の絵が描いた浴衣、はい、を違うくらいの方が来たら
いや来てもいいの、来てもいただくんだから来てもいいんだけども、うん、自分で琴富士って言って横綱のこのマークを自分で作っちゃう、そう自分でマークを作っちゃいけないんです、はい、それほどやっぱりそのレベルっていうか格式っていうかね、まあ、それがもうステータス、うん、本当に、ちょっと前にですね高藤力さんがね、まあ、新十両上がった時にね何百万持ってこいとかって親方が言うとかって、まあ、そういうお話があったんですけど、まあ、確かにまあ私もまあその同じ業界にいたわけですからそういうお話は少し伺った時はありますありますけど、私の場合限定です。私の場合で今お話しさせていただけると、まあ、新十両上がりました。そしたら事務所に師匠に呼ばれたんですね。で師匠に呼ばれて、藤井、住所録持ってこいって、はい、住所録ってそれで持ってきました。で住所録をこうやって、まあ、師匠がですね、誰々さん誰々さんみたいなのをこうやって見て、あなかなか難しいのって言ってですねよし分かったって言って、もうなんとその紋付き袴着物合わせですね、で一重に締め込み化粧回し全て師匠が動いてくれて全部用意していただきました。なのに一場所で落っこっちゃいました。まあすぐ帰り十両したんですけども、もう本当にまあいろいろまあ部屋によってそれはもう違うと思います。はい、だけどまあ自分の場合はですね、あの十両上がって、師匠に全部それは用意していただきました。あ、畳のセッターから何から何まで全部師匠にどうもありがとうございます、今更ながらお礼言います。はい、今日はこのぐらいでまたグラシアス。